どうもお疲れ様です。それでは今日も相場解説やっていきましょう。FX オリガルヒの皆様と速稼塾限定動画をご覧の皆様共通の動画になります。8月29日朝6時ですね。で、今日もですね、昨日に引き続いて上昇中のレンジオプションになってきます。昨日はですね、目標としていたポイントを超えなかったんで、ちょっと何もすることがなかったんですよね。具体的に言うと146円の620とか630を超えたら、バイでエントリーっていうことだったんですけども、まずこの冷やしで確認できるのはね、一つは陽線が3つ出ていることでしょ。これを三平というふうに捉えてもいいわけなんですけども、三平の中でも陽線の長さがほら、だんだん短くなってるでしょ。だから上昇の勢いが失われてるんで、じゃあこっから陽線がガンガン普通の三平のように出るかって言ったら出ないんですよ。どんな三平が私たちにとってね、有利かっていうと、最初はちっちゃい陽線、次には大きな陽線、次にはすごく大きな陽線が出てる時の三平ってのは、この先もどんどん伸びることが考えられますんで、同じ三平でもね、違いがあるってことを覚えておいてくださいね。ためになるでしょ。こういうことをね、教えないといけないんですよ、やっぱり。ちゃんと FX 教えれる人ってのは。それからもう一つなんですけども、頭が揃った状態で、下への振幅が広がってるよねって話をしたのを覚えてらっしゃいます？下は広がってるでしょ。っていうことは、これ上に突き抜ける力も強くなってきてるんですよ、だんだん。じゃなかったらこれを跳ね返って下落トレンドが始まるってことも考えられます。で、今回はこの頭が揃ってるところを抜けましたんで、やっぱり上昇トレンド継続だなっていうふうに捉えるんですよね。この2つをこの図からちゃんと解析できて、こうやって解説できる。人に分かるレベルで解説できるってことが大事になってきます。頭を整理しておいてくださいね。次、4時間を見ていきます。4時間の特徴としては、こことここ、こことここが大体揃ってるとみなして、ここを超えたら上昇の動きが再開されたねっていうふうに判断すればいいんですけども、はっきりと超えてないんでね、なんとも言いようがないです。ただし、一つは4時間で言うと、W の右辺が強くなってるかなってところは考えられますね。だから今後上にズバーンと抜けていくような、可能性は高いなと思ってます。可能性が膨らんできたっていうふうには思います。で、4時間も上昇トレンド継続してますね。で、最後1時間を見ますけども、1時間どういう風になってるかっていうと、昨日注目したのはここですよね。ここ。ここの中で、ヒゲ先とヒゲ先を結んだ線を抜けたら、バイでエントリーということで、146円の620とか630っていう価格をここにつけたわけなんですよ。ところが深夜の間に抜けたんだけども戻っちゃいましたよね。だからちょっとね、お風呂の中で、放ったおならみたいな感じでポコッと出たような感じなんで、次のチャンスを待ちたいかなっていうのが今日なんですよ。だから、再度になりますけども、昨日と同じです。ここを超えたら倍で入りましょうってことですよね。はい、今日はそれだけですね。はい。じゃあ、火曜日頑張っていきましょう。また更新の方はお昼ぐらいにしようかと思います。